はい、どうぞ。じゃあ先始めさせていただきます。何質問があれば。質問の冒頭に、会社名と名前をお願いいたします。はい、どうぞ。フリーランスの高橋兄弟と申します。昨日党首会談で、下され、総理が取りまとめ中層のことでしたが、まあ、昨日からマスコミは、その提言は政府の判断を縛るものではないという一生懸命宣伝しています。この TPP をめぐるマスコミの一連の行動に対する評価をお聞かせください。これはね、一括りにどのメディアが正確な報道してるあるいはしてないということを一括りに私は言うことはね、してはいかんと思っておりますが、もう中には報道の中には国民に対して正確な情報を提供しないで、とにかく TPP についての一方的な判断に基づいた報道をしているメディアがたくさん存在しているということは非常に残念な話ですね。またさっきあんた言った総理、私今党の方で取りまとめてますからという話ですから、ということは党が TPP に交渉参加という結論を出すのか、ノーというのを出すのか、あるいは両論ということを出してくるのか、まあ、それによって自分は判断をされるということだろうと思いますよね。だから党が、の交渉参加を、ね、するように、するということを声明しなさいということを言わない、しかも連立を組んだる国民新党は反対と言ってる中で、総理が私はAPEC で参加表明をされるということはもう常識ではありえないと。これは徹底には縛られるのが当然だと。これは政党政治だからね、こういう大きな問題で、党が結論出していないのに党首である総理が公式の場で最終的な意思表示をされるということは私はありえないと。また連立を組んでる我が党も反対してるんですからね、それを踏まえての意思決定をされるだろう。これは常識の話ですね。こんなことはね、いろんな命です。田中代表はいかがですか。いや、もう私はいろんな場所でこの件に関しては発言してますから、一人一人のむしろTPP を逆に推進したい方は B2B や B2C というですね、中抜きのによる効率的な社会を考えてらっしゃるんでしょう。効率的じゃなくて、まあ、中抜きならぬその B の側がより恐怖を得るということでしょうけど、だその意味で言うと私が国会の代表質問をさせていただいたり街頭演説をさせていただいているのも国会に関しては生中継されましたし、まあ、街頭演説も断片的に流れているでしょうし、ましてや今の新しいメディアによってですね、それらは全て完全にアーカイブとして繰り返しご覧いただけるわけですから、だからまさに B の側が虚譜を得るということに不安や不満を抱いている方は C の側としていかなるそのインフォームドチョイスをするかというインフォームドコンセントは従来よりも非常に多岐にわたって C の側に与えられているわけですから、そのコンシューマーの方々が的確に判断されるということだと思いますし、的確に判断していただければ必ずしや亀井代表や私のですね述べている言説というものが実態を伴った日本という社会のためだということをご理解いただけると思っています。もうね、総理を支えている与党のね、具体的なその政策をやりなさいという指示がないのにね、総理が勝手なことをやりになるし、一人で配下ぐらいもらったらね、これ大変な事態なんですよね。
まあだから私は昨夜も総理申し上げたの、細川政権が 70% の支持がね、あっという間に政権が、倒れた。もう1年生議員だったあなたは、ね、その時のことを覚えてるでしょうということを私は申し上げたんですがね、そういう意味では総理も今本当に、きちっとした判断を求められてというかね、マスコミに煽られてやったら大変な話になる、マスコミはあなたの責任なんか取ってくれないよって私は言ってきました。他にご質問ございますか。はい、NHK の渡辺です。実際に、野田総理大臣がですね、APEC の場で交渉参加表明された場合には加盟代表は何かどういった行動されるんでしょうか。私は、そんな敗北主義者自分のね行動する政治が行動が否定をされた場合はどうするかなんてね、そんなことは言ったことはありません。 NHK に対しても言います。はい、どうぞ。そして文化新聞の本番で、もし仮に民主党の離党議員が提出したときに、その影響というのをどういうふうにお考えになりますか。ちょっとそれは全然なんとか政治世論家に転向したらいいんじゃないか、うん、こういうご質問が、ね、うん、こういう場で私がね話すことにはないと思いますよね、うん、はい。フジテレビ西垣と申します。民主党が、まあ、内容どうなるかというのはまだ分かりませんが、党の方でまとめた後に総理が前席に行かれる間に、与党として再度代表ではなくても与党としても TPP 同士で再度しかるべきレベルで協議することはあるんでしょうか。誰と。民主党と、国民新党が総理が国際会議で発言される前に、民主党が今夜にもと言われている案をまとめた後に再度国民新党側に与党案としてまとめる手続きというのはあるんでしょうか。だって民主党内でどうまとまるか分からないのにさ、うん、ね、それで協議のしようがないんじゃないか、ね、うちは反対だって言ってんだけどね。つまり民主党は、今夜の、八郎座長の下のプロジェクトチームでまとめるというのを出しており、うん、総理が APEC のに行かれるにはまだ時間がその後あるので、まとまったものを与党として実務者としてきちっとまとめる段階というのが必要なのでしょう。それはね、民主党のまとめた案に我々がコミットしていって両党でねというようなことにはならないんじゃないの。民主党サイドがねそんなことはやろうと言わないよ、おそらくね。はい、何かありませんか。では会見終了。はい、どうぞ。何がだった、予算委員会で、うん、島根幹事長の内閣法の質問に対して安住大臣が2014年以降にその使途をその時点で考える、要するに増税を圧縮するっていうようなことが付録に書かれてるけれども、その時点で考えるっていうようなちょっと曖昧な回答されたと思うんですけど、それについて財源が増額っていうのはそういうことでよろしかったでしょうか。ちょっとよく俺には不勉強でよく分かんないけどね、復興財源ね、今から先を見通していろいろ考えるのは当たり前なんだけどもね、その中でね、やはり増税に頼らないでね、できるだけ、こう行政改革なりね、あるいはその他の税外収入を得る努力としていくということは、私総理はやっぱその基本的な考え方だと思うんですよ。私と話をしとってもね、
いよいよ私と話しましょう。でもそういう考え方なんでね、うん、その税外収入やそうした努力がどの程度実って、高財源なり今後の経済運営のためのね財源が出てくるかというのはね、確定要素がたくさんありますよね。郵政改革法案もこの臨時国会でね成立すれば、まあ、10兆円以上のこれはね、これ売却していけば税外収入が得れるわけですからね。今の財務省が今現時点でのね財源確保のテーブルには載ってないでしょ。それは載ってないけど次長なら次長人がこれすぐ出てくる話だからね、財源としてね。だからもっとなるかもしれないな、これすれば 15兆円になるかもしれないね、だからそういうものは ある程度曖昧には見通しておりながら確定的に書けないからね、例外収入がいくらあるかどうせるというか、そうなっちゃうんです。不足というのはどういう意味かがないわからないけども、もう声優もあるじゃないの、そういう郵政改革法案がね、総理対話委員会でもね答弁しているようにね、郵政改革法案が成立してそれで税外収入が出るというのは大変強い期待してるでしょ、ね、これは1兆円2兆円の話じゃないか、もう 十何兆円になってる話だからね。ではよろしいでしょうか、はい、会見を終了させていただきます。ありがとうございました。あ、TBS はいないね。もう今日から TBS は一切取材拒否。で、まあ、あの番記者としてのあれ我々としては勉強はいたしません。はい、以上。理由は簡単です。公党である国民新党に対しての公正なきちっとした報道をしなかった、ある意味では悪意に満ちた報道をされた、そういう報道姿勢を持っているものに対して我々は勉強をする義務はありませんし、だからそういう処置を今政治部長宛てにしたら何かですか、何か出てきたかな、伝えておきました。それです。これはどのメディアに対しても同じです。やはりメディアはやはり公正に報道をしていくべきであってね、何をやったってね、自由勝手に取材ができるというものではこれは言論の自由とは全然違う、取材の自由とは全然違う、ね、取材をする自由があれば一方ではそれを拒否する自由もあるんですね。これはイーブンの話です。というようにもしこれについてご質問があれば聞いてください。言っておきますか、番組名、番組名を言っておきますか、何番組名を言っておきますか、先ほどまあいいね、いいですか、 TBS の有名なの2、3か、あ、うん、分かりました、ね、という私は見てないんだけどね、それが現実に複数のうちの報告から関係者が見てるからありましたから、もう少し出たり、うん、それは放置できませんのでね、そういう処置をすでに取りましたから、ということで別にそれは発信なわけでもない、私は自由な報道だから、これをね会見もご承知のようによそろとはやってないと思うんですけどね、もうどなたでも来てくださいと、場合によってはマスコミの関係者じゃなくても結構です、ね、ホームレスの方でも結構ですしね、誰でも行ってみたいなと思う人はね、皇室の方でも結構です、もうそれは天皇陛下おいでいただくことは何かって恐れ多いからね、いかんけどもどなたでも今日ここにおいでいただけばね、記者会見に出席をしていただき、その前で私はオープンに話をいたしますということで、一方そういうことに対してね不誠実な、ね、白衣に満ちた報道される方まで、そういう場に入っていただく必要もないし、そういうところに便宜供与をする必要は逆にないというように思っているわけですから、まあ、ご理解をいただきたいと。まあ、かって出る気にしたらたくさんと火災もしたし、NHK もしたな、NHK もやってこたんだよ、昔。この処分は一時的なものでしょうか。いや、その一時的なことはあんな、俺はな、とにかくちゃんとね、社としてきちっと報道機関としてあるべき姿勢ね、この明確に取られるということで
私は確信を持たない限りはね、その確信が持たない限りはこの社長は継続します。はい、はい、はい。